ヒトラーと挨拶を交わす各地の大勘区指導者大、勘区指導者とは、国家社会主義ドイツ労働者等の役職であり、党の地区区分である大勘区の指導者を指す。ナチ党政権下のドイツにおいては、地方の最高権力者として扱われ、後に設置される帝国大勘区においても、同じ役職が設置された。ドイツ語においてライターは、指導者を意味している。また、ガウは、 コフランク語のゴーグラフに由来しており、これはイギリスのシャイアに近い地方区分の概念である。ガウはナチ党が彼らの目的のために中世ドイツから復活させた古語の一つであった。ミュンヘン一期の失敗以後、活動を禁止されたナチ党は組織の再編成を行っており、1925年に大韓区指導者の称号が作られた。 1928年までに大韓区指導者は党内の階級にもなり、最終的に全国指導者の自席となった。1933年のナチ党の権力掌握後は、大韓区指導者の多くが国家大理官に任命され、それまで存在した地方自治体に代わり、ナチ党による全国支配を実行することとなった。 第二次世界大戦勃発直後の1939年9月には国防管理官を兼任し地域防衛の責任者となったことでさらに権力は大きくなった。名目上、大韓区指導者はナチ党地方組織の調整のための役職であり、その上で地方自治への助言を行う党地方組織の代表であったが、実際には各地域における最高統治者であった。 本来行政などを担当する地方政府は大韓区指導者の命令を追認するのみの存在と化していた。大韓区指導者はドイツにおけるガウの最上級政治指導者であり、来ヒの下にはガウ、その下にクライス、さらにその下にオルトが存在していた。さらにその下部に二つの地方組織、ブロックとチェレが存在していた。オルト以上の政治指導者は制服を着用し、 征服と気象によりその地位を表した。党内序列においては、全国指導部を構成する、全国指導者の会にあたるが、ヨーゼフ・ゲッペルスは、宣伝全国指導者となってからも、ベルリンの大管区指導者を兼任していた。自席には大管区指導者代理が設置されている。1936年制定のエリショ九1938年制定のエリ賞。ありがとうございます。